って今日の勝利を目指そう、そんな気持ちがこのインタビューからも伝わってきました。島村です。はい、どうぞ。その様子はですね、ここも芝村競り勝ったセカンド、それでもなんとか守り通しましたがね。もうあの菅野監督はちょっとには動かなくてと言ってた前田、今日はいい対応しています。そしてカウンターなるか白谷、ここは芝村がディフェンス守りました。詰まりを見てる、蹴り越え、キーパー当たった、これも跳ね返された。麦田がピッチに戻ってきました。そうですね、抑えていたのは右の腰のあたりで、カレカに収まった。カレカがまたドリブル開始。いやここは奪われた、ここ失うところ、ドリブルでかわしていこうとする。芝村が奪い返しました。今落とすボール合わなかったですよね。小松倒された、必死に取ろうとする。右サイド、少し今ね、仕掛けが香川近かったですよね、はい、今のは香川の間合いじゃないですよね。この前でちょっと近いですよね。突破ができませんでした、はい、相手との間合いがちょっと近すぎましたよね。キャプテンの芝村とのマッチアップでしたが、クロスとはなりません。香川、こちらがキャプテンマークの芝村です。今日はスタメンです。パスを新た、ボールをうまく追い込んだ。新たが前を向いた、キーパーシュートをよく滑った。打とうとしたところ、しか違わなかったチームということで、今日は絶対に勝たなければならない相手はな、続いて気持ちのあるプレーをどんどんやっていきたいということで、守備力と言いますかね、うん、千葉村が来るサイドから鈴木和弘、ベテランが前を送ります。中盤、鈴木和樹のクリアからさあ繋がっていくか、もう残りあと前半はあとわずか。しかしもう一度キックオーカー、新田、もうワンタッチから前を向いた、新田行く、体を入れて、ここは芝村です。西川、芝村、芝村がドリブルで前に持っていく。ムグルマ、逆サイド入っている財前へ、攻撃というのができてないですよね、はい、今のところ。芝村、逆サイド、芝村開いた、ドゥンビアへ。ここの1対1多いですよね、今日は。木村のマッチアップ、前半の終了間際、コーナーキックのチャンス、徳島ヘディングシュート、これは枠を捉えることができませんでした。キャプテンマークをつけた芝村のヘディングシュートでした。が入ってくる、後ろから木村が上がっていった、その木村を使います。財前も後ろから上がる、ここは厳しいチェック、芝村のファールが取られています。シュート数が後半に入って伸びてきてますからね、はい、でサイドハーフをこなす、はい、できる選手です。もう変わるんですよね、ですからそのファーストタッチが全てだっていうことを小林監督は常々言ってるんですけどね、はい、トラップで落として布部、布部から芝村、うん、芝村まだキープします。そして田中に預けて、ここには工藤、時間帯に来て今両チームの動きというのはいかがですか。若干その前からの仙台のディフェンスがに慣れたというかな、アビスタの守備陣がね、もちろん今もアレックスから右のサイドバック芝村、芝村から開いて田中雄介、そして芝村に戻します。左足でアレックス、ここはゴールラインを割ってゴールキックに変わります。はい、どうぞ。2つの植木監督もこの
さあまだ持ち込んでいく強いですね高田君。そして鳥塚、大事にしていってほしいと思いますね。40分を過ぎて残り前半も5分を切ってきました。18分あと山崎が行く。柴村に一度下げます。柴村から久永いい形。後半の立ち上がりをしっかりとね、優位に運んでやはりワンチャンスにかけてくるという狙いはあると思いますよ。はい、柴村から翔吾君の、ね、この左足っていうのが、左足が入る山崎の前、あとしかし藤井が奪う。目まぐるしくこの辺りやボールが展開して、さあゴール前柴村のクリア。ここね、失点が多いですし、しっかりとここでね守るっていうことは大事ですよね。さあゴール前柴村、さあ高田切り込んでいく。ゴールキック、このタイミングはつかめるようになってきたというふうに言っていますが、まあ、今日はそのあたりも見せたいというこのゲームです。倒された関口リスタート、中原のスライダーはね、はっきりしたいですよね。瞬瞬するプレーが続けば続くほど味方も、ま、柴村です。柴村です。なんで現在4連敗中というベルマーレ対アビスパ戦です。田村から、さあくるっと回った、打つか加藤を望む、この戦いを後押ししたいというサポーターが見る平塚競技場前線長里、いやどうだ、まあ、今はね本当に前半行っていたアビスパのお株を奪うような守備、今ハーフウェイラインからペナルティエリアぐらいまで非常に一人一人スペースを持った形です。菊池大輔のプレッシャーが来ました。布部、そして柴村、もう一度布部、一旦左に柴村、ナイスシュートですね。水原がよく反応しましたね。そうですね、ナイスキーパーですが、今柴村本当にいいタイミングで打ちましたね、はい、あの距離でああいうシュートを打っていくというのはマークはずれてますよね。あ、なるほど、そこにボールが通ってます、柴村中に入れていく、やはり右サイドに行った時そしたらディフェンスのボールの処理もしにくいと、いうことでチャンスが生まれますよね。さあ今度はガイナーレフリーになったぞ、真ん中11番、もう一度森です。小出から左サイド突破された、さあクロスを入れられる、ヘディングシュート、ゴール10番の実信、ガイナーレ鳥取後半20分先制点1対0、ビファーレン長崎1点リードを許してしまいました。先制点はガイナーレです。10番の実信、小峰さん、左にボールがもう渡った時点 で、ね、まずいなということをおっしゃってましたが、あそこのスペースが空くということがね、はい、ディフェンスの受け渡し、はい、小出クロスボール中ヘディング決まった、決まりました、柴村です。先制点、柴村のヘディングシュート。